高知競輪場は、高知県高知市にある競輪場兼陸上競技場である。通称は、龍馬スタジアム。施設所有及び主催は、高知市。競技実施は、夜間、西日本地区本部中四国支部。高知競輪場は1950年に開設された。1999年10月には場内を全面改装し面目を一新している。 記念競輪は、よさこい小僧派戦として、毎年4月に行われ、2018年までは2日目の優秀競争として、マスコットキャラクターであるクーリンにちなんで、クーリンカップが行われていた。また、コーチを中心に活躍し、現役時代から福祉活動に尽力し続けている、山崎さお高松の宮支配競輪を制した。 松村県及びオールスター競輪を制した松村信貞を称え、それぞれ山崎佐尾杯走派戦、松村県、松村信貞と佐野親子高杯走派戦が開催されている。特別競輪は2000年と2007年にオールスター競輪が2003年には読売新聞社杯全日本選抜競輪が2012年には最終開催の東西王座戦が 2018年には共同通信社会がそれぞれ開催された。今後は2023年2月23日から26日に20年ぶりに読売新聞社会全日本選抜競輪の開催が決まっている。2004年3月17日から四国競輪インターネットライブにより動画実況されていたが2010年11月2日に終了した。 トータリゼータシステムは、東場の放課追託業者である日本トーターを採用している。2012年11月1日から3日までの開催では、グッドモーニング900として午前9時に第 1R 発送とするモーニングレースを実施した。翌2013年以降も引き続き実施されている。2015年1月10日より全国4カ所目となる。 ミッドナイト競輪が開始された。2016年4月には、ミッドナイト経営人コーチの新キャラクターの名前募集が実施され、マヨリンに決定した。2018年8月2日より、ナイター経輪が開催されている。レース終了後には、武田明による、レース一着選手へのインタビューが行われる。インタビュー後には、一着選手による、 メインスタンドへの粗品投げ入れ、電動カートによるバンク内ウイニングランが行われる。500メートルを使用している。なお、場内の全面改装時に、陸上競技場としての造成を優先させたため、直線は500メートル走路の中で最も短く、感とも緩いため、先行選手が不利になるケースは、やや低い。 建物全体は一体型建築となっているが、高さの低い位置より、バックスタンドの裏側を流れる鏡川から、風が入り込む。主に午前中は3コーナーから1センターへ、午後からは2コーナーから2センターへと吹き込むことが多い。特に校舎の場合、2センターに宿舎棟があるので、跳ね返った風がさらにメインスタンドに遮られて、 ホーム直線で思いのほか風が巻いていることが多く、まくり、追い込みが効きにくい理由の一つになっている。なお、走路全周外側にはポリカーボネートが設置されている。全国の競輪場の中で唯一、レースの残りが一周半に差し掛かった時に鳴らす、打潮にドラを使用している。2013年4月23日からの開催より、 シゲカツ式投票にあたるチャリロトが発売される。なお、コーチは、奈良競輪場、玉野競輪場、高松競輪場、広島競輪場とキャリーオーバーを共有する、グループ C としての発売となり、キャリーオーバーの大障外である、チャリロトさんは、コーチの開催では発売されない。鏡川沿いで、塩江天満宮の隣に位置する。ありがとうございます。